アマスーパークロス選手権はアメリカの主要都市で開催されるモトクロスの全米選手権の一つである。スーパークロスマニュライバスアマスーパークロススタジアムなどに大量の土砂を搬入して人工的に作られた一周約1分程度のコースで争われる。コース自体も大規模な3連ジャンプやウォッシュボードセクション、リズムセクションなど通常のモトクロスでは 見かけることが少ないショーアップ要素を含んだコースとなっている。使用されるモトクロッサーは基本的にアマモトクロスのものと変わらないがサスペンションのセッティングなどは異なっている。アマモトクロスとは異なり市販されていないプロトタイプマシンの出走は禁止されているが市販化を前提としてアマに事前に申請した場合1シーズンに限り特例として プロトタイプマシンの参加が許される。2015年現在、この特例を用いて出走し、勝利したのは1997年のラスベガスにおけるダグ・ヘンリーのみである。モトクロスがオフシーズンとなる新年から春過ぎ、5月頃にかけて開催されているため、モトクロス世界選手権や全日本モトクロス選手権を戦うライダーが次のシーズンのためのトレーニングとして、 スポット参戦することも多い。1位、イコール25、2位、イコール22、3位、イコール20、4位、イコール18、5位、イコール16、6位、イコール15、7位、イコール14、8位、イコール13、9位、イコール12、10位、イコール11、11位、イコール10、12位、イコール9、13位、イコール8、14位、 イコール7、15位、イコール6、16位、イコール5、17位、イコール4、18位、イコール3、19位、イコール2、20位、イコール1国籍表記のないライダーはアメリカ合衆国。ありがとうございます。